この動画では2020年前半戦シーズン最後の登板ゲームをお届けしていきますけども、その相手がキャリア初登板のソフトバンクが相手。このソフトバンクめちゃくちゃ打撃が強いんすよ。チームの指標を見ていくと、まず順位に関してはロッテの方が上です。1位とソフトバンクとは7ゲーム差空いてるんで、チームとしてはロッテの方が強いんですけど、ただ打撃という部分では見て、まずチーム打率2割5分3厘はリーグトップ、それがソフトバンク。またこのチーム本塁打も打てて113本を記録している。両リーグで3桁記録してんの唯一だからね。どれだけホームランを速いペースで打ってるかっていうのはこのデータを見たらわかるだろう。あとこんな打率こんな本塁打ですから、得点数で見ていくとリーグトップ、その下リーグ2番目このロッテがつけてて、その差も全然ないんですけど、ただ、まあ、得点はこっちの方が取れてるし、何よりも本塁打打率の違いがあって OPS にも違いがある。チーム出塁率も高いからね。12球団最強の今数字を残してますよ。両リーグで7割5分を超えてるのはもうこのチーム唯一やからね。次にソフトバンクオーダーの成績を野手メンバーから確認していくとこんな感じっす。このチームに新たにバレンティンが加わっていて、残してる数字はそこまででもないですけど、ただこの打線に新たにバレンティンが加わったというその事実が怖いでしょう。あとギー前半戦だけでもうすでに32本記録しとるからね。この32本というのは両リーグ最多ですよ。ここまで30本以上打ってる選手なんて当然のごとくいない。キャリアハイのペースでホームランを量産している怖いギータがいて、デスパイネがいて、グラシアルがいて、バレンティンがいて、今宮がいて、松田がいて、内川もいて、甲斐もいて、アモは怖い。またね、現在チーム4連敗中なんですよ。ここ最近ちょっと勢いを落としていて勝ててない。11日の西武戦からその連敗の流れでまたこのソフトバンクってなったら重圧プレッシャー吐き池なんかいろいろと止まらなくなるので、できればこの1戦目別の投手が投げるわけなんで、そこで止めていただきたい。まず石川と和田の投げ合いですよ。石川頑張って抑えろやん。で打線も取れよ。これ以上負けたらお前順位入れ替わるぞ。前半戦シーズンあと3試合しかないのに。まずはどうだ、1試合目連敗を止めた流れで佐々木朗希を迎えるか、それとも、あーよかった、6対2ナイス。ただね、見てギータ33本目打ってる当たり前のように打つやん。状態も良かったしね。今日のギータホームラン1本だけやけど、それが怖いわな。で打線にバレンティンが今スタメンで疲れてないんですね。代打では出てきてるんですけど、スタメンでは出ていない。上林をどうやら使ってるらしい。ああいう数字なんで見切ったか。率が低いってだけでホームランは打ってるんでね。いやいや、あんな数字で見切ってたらバレンティンの良さは生きないよ。ソフトバンクに行ったことによってバレンティンの良さが死んでしまったのかもしれないね。次2試合目投げますね。武田との投げ合いになります。その投げ合う武田の成績、まあどうせ大したことないんだろうけど、一応ね確認作業として見ていくと、やっぱりね防御率は 4.59、 それでも勝ち越しているのはソフトバンクという援護あるチームだからだよ。そこにだけ感謝しとけ。まあそれ以外残してる数字は全然大したことないので、心配ない、問題ない、ないない、 That's life it's all right。 佐々木朗希が自身でいいピッチングをしたら勝つチャンスはあるんじゃないかな。とにかく連敗の流れを止めた次のゲーム、また負けさすわけにはいかない。でやっぱりバレンティンはいないね。仮に上林が起用されてるので、こちらとしてはありがたいわ。警戒すべきはいろいろといるけども、そこの一つの警戒ポイントのバレンティンがいないので、とはいえど怖いな、うん、とはいえどもこれ昨シーズンのソフトバンクですからね。バレンティンがいないってだけ。2019年のソフトバンクもエグかったでしょ。だから結局怖いものはいつまでたっても怖くて、誰か一人抜けても怖くて、逃げたくて悲しくて、だだそうそう、やだなネガティブな感情しか出てこねえよ。初回から得点入ることはなく、前半戦シーズン最後のマウンドに向かいます。登板11試合目。ここまでの数字はこれぞ令和の怪物といった感じじゃないかな。松坂大輔、平成の怪物の時と時代が違うんでね、今の時代で高卒1年目がこんな数字を残したのもロッテファンだけじゃねえ。お前球界全体のファンがお前もう絶頂を迎えるよね。すげえ、うほーって感じでね。でもっとすごい絶頂を迎えるためにはここで抑えないとな。1番川島こんな数字のやつ1番で使う、笑ってられねえよ。分かんねえぞ。使う理由にはちゃんとし、使うにはちゃんとした理由がある。ソフトバンクだとなおさら。オリックスとはわけがちゃうね。使わざる得ないから使ってるんじゃなくて、何か理由があるから使ってると思うんだよね。新人に対してベテランをぶつけてくる、どういう意図があるんだ。簡単に抑えたけど何の意図も感じられなかったが、この先感じることもあるのかな。2番に入る上林、最近5試合ではまあまあこんな数字で、トータルではいや全然大したことない。打ち取ってないか。積極的やね。ファーストストライクからガンガン来る。それを逆手に取って簡単にアウト取るっていうのもいいんだけど、打たれるからね。何なんだろう
ねこいつ本当ね。なんであんな150を軽く超えるストレートが毎回毎回ポン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 飛ぶんやろかね、わけわからん。ここでグラシアル、柳田がもうダントツの本塁打王で、その後に続くグラシアルは3番目の25本内や。あ、怖いね。ほんで絶好調か。今日一番怖い相手かも。まず塁上にいる上林は要警戒。ベストピッチしか投げれないよ、ストライクゾーンに行く球は。ちょっとでも球威甘なったら打たれるわ。動きはないか。ちょっと警戒しとこう、最後まで。もう一球ちょっと外して。動きはない。この辺でちょっと一球やっぱ変化球投げておきたいんで、スライダー。インコースから。あ、動いてきた。で、取れば。アウト。イエース。溜めて溜めて溜めて動いたけどアウトになる。センキュー。完全スタートが遅い遅い。無理しなくてもいいんだよ、そんな盗塁できるような選手じゃないんだから。無理は良くないな。振らへんよね、この辺わかるよ。こんなん全然無理でもなんでもない、こっちが無理しとるわ。もうどうすりゃええねんこれ。次ギータだから勝負を避けると言っても正直ないような気がするんだけど、まあ最後までギリギリいっぱいのとこで行こう。スライダーで行ってみようかな、外砂で。何投げること全部未来予知してんのか、本当よ。ここでギータ、佐々木朗希 VS ギータ、ちょっと顔も似てる2人ですしね、まあ、球界のこれからスターになる選手と現スターの選手、注目の戦いやね。そしてこの威圧感、ゲームとはいえど感じるこの威圧感、何投げても全部スタンドインしそう。いやもう力には力でしょ、ここは。ストライクゾーンに投げる球は全部ストレートだよ。まずアウトコース、このストレート。あーあー、でも力には力、ここは力が勝った佐々木朗希が打ち取ったんだよ、1点入ったんだよ。そしてよし、でこの戦い方でいきましょう。ギータン会社もストライクゾーンに入る球は全部ストレートで、まあ、ボール球で変化球とかね、タイミングを惑わせるという意味で投げるけど、カウントを取りに行く球は全部ストレート。その対決でいいなって言いながら、次の対決では変化球投げてそう。いやそれは投げたくなるよ、やっぱ力には力と分かっていてもね、技術で逃げたくなるというか、変化球で逃げたなるもん、あれをいざ目の前にしたらね。やるぞという気持ちとは裏腹に、目の前に来たら、あ、これダメだってなんか差し付いてしまうんだよね、弱いピーマンが。おお、でもアウト。まあ、この辺は結構楽々ポイントないね、残してる数字的に。そんなに怖くない、元気がないしやる気もないし、そんなんじゃロッテが優勝しちゃうよ。この後長い休みになるんだよ、この日程は。後でまた日程も紹介していただくけど、させていただくけど、8月中盤まで試合がないからね、東京オリンピック開催されると仮定されてるオーダーなんで。だからもう一球一球噛み締めていこう。1ヶ月以上投げないことが決定してるんで、一球一球投げることを噛み締めながら、それでいて抑えながら、この先1ヶ月近く登板ゲームがない中、最後炎上してモヤモヤを抱えたまんま1ヶ月にしたくないよね。それとんでもないストレスを抱えるよ、佐々木朗希。18歳ですけど、ハゲ出すかもしれない、ストレスで。だから完璧に抑えて、ギータも抑えて、あのギータを抑えたんだという喜びを感じながら、東京オリンピックをね、一ファンとして見て、この世界では。で、1ヶ月後の後半戦シーズンに備えるっていうのがいいんじゃない？えい、海外に足早いから注意ね、この手の打球。ギリギリやった。で、かつての4番の内川が今ここにいんのか。能力も低いね。全然大したことねえわ。まあもう完全にロートルって感じ。ロートルに打たれる令和のダイヤモンド。おらへん、おらへん。輝きがちゃうね。もうしぼんだ。光ってない。相手は。こっちは今から花が咲いて、輝き出す。おう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 。大丈夫。なんかやたらとベテランを重宝しとるようですけどね、工藤監督は。それが采配として当たってないんだよな。川島を使う理由もなければ、9番でわざわざ内川を使う理由もない。あれ使えばいいの、リチャードだっけね。最近2020年育成契約から支配下登録されたような気がする。あっちの方が将来性がもちろん若いからあるしね。なんかポテンシャルもすごいえげつなさそうやし、内川を使うよりかはそうした方がいいんじゃないかって敵ながらアドバイスです。できれば対決したいしね、こちらとしては。なんだかんだ5つ4回まで来てもう3点入ってますよ。ありがたいですね、チームは最後まで援護をくれる。最後までもっとたっぷり、中身たっぷりに。いやでもこれ以上くれると 5回以降があるんですよね。もういいんですよそれは、投げとうないから。いい気分のまんま終わるって言ったじゃんさっきね。いい気分で終わるためには5回以降投げないことだよ。
絶対6回以降から表現する。相手も慣れてくるだろうしね。160のストレートも簡単に弾き返され、こんなションベンカーブもションベンフォークもションベンスライダーもションベンサークルチェンジも全部嘘かのように打たれる。夢かのようにね、これまで抑えてきたんだ。オラ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 、オーマイガー、その打ち方でそこまで飛んでよ。お前化け物か。化け物です。怪物です。グラシアルです。あの低めのストレートをあっち方面に打てる力がある。これ普通にテラスじゃないよね。スタンド入ってるよね。ちょっとリプレイで確認していこう。でなんかパフォーマンス あるね。グラシアルと今あるあるある、殴るやつだ。なんだよその気まずい感じ。やったお前、本人らが気まずい感じにすなや。見てる俺たちがもっと気まずくなるわ。なんなの、あの変な、まあ、殴った後の2秒間くらいで時間止まってたよね。ほんでやっぱホームランはテラス。タカガール何しとんねんお前、直撃しとったで。もういろいろと突っ込みどころ満載ですけどね。まあ打たれたのは変わりないんで、あれ打たれないようにしないとね。そうだ、グラシアルも固有のパフォーマンスがある。多分2020年から追加されたんちゃうかな。ギータもあるわな、最高ってやつ。気をつけよう、2者連続あのパフォーマンスは答える。もうこれがギータのお前魅力だよな。あんなフルスイングしながらお前こうやって技術あるバッティングもしてくる。これがギータ、ギータ、ギータ、ギータになりたい。ギータみたいな男になれるようにちょっと次転生したら頑張るわ。今の俺じゃ無理や。だから次の転生した俺に期待です。走ってきて、盗塁も決めるんかい。お前ちょっと、今日はギータを完璧に抑えた上に勝利を挙げて、いい気持ちのまんま次の後半戦シーズンを迎えるつもりだったのギータにやられとる。危ない、デスパイネは抑えたわ。えっ、ひょっとしたえらく後ろいたもんですな。あれ落ちてたら考えたくないね。あーで得点圏打率3割4分9厘で圧倒トップなんだね。これにも固有のパフォーマンスあるやないか。お前ソフトバンクの打線に何人固有のパフォーマンスあるやつ揃っとんね。絶対打たれたないわこれ。敵チームでやってたらものすごくストレスがかかるね、打たれた時のこと考えると。あー落ちる。もうこれで2失点。一気に入り出したな。さすが圧をはしないでしょう、塁上でやってないよね。なんか今宮言うとったけど、あやってないね。そもそもカメラにも抜かれなかったわ。抜きもしないんか。打ってない今宮ピックアップされとったけど、あーよかった。その今宮に関しては抑えたが、もうこれがソフトバンク打線の怖いとこ。一度火がつくとその流れでもうなんか上昇気流に乗ってボコボコに痛みつけてくるんだよな。やっぱもう今日はここまででええわ。5回投げていい気持ちのまんま終わろう。防御率も4点台に乗せることなくね、3点台のまんま前半戦シーズンを閉じよう。はい、あともうここは楽々ポイントよ。ギータに回ることもないし、グラシアルにもランナーをためない限り回ることもない。このロートルポイント抑えよ。1番始まりの打線の1番が川島で、終わりがお前9番のロートルの内川で、なんやねん。それに打たれたらあかん言うとんのに打たれんなよ。なんだよこれ、火がつくとほんまに止まらへんなこの打線は。もう完全に鷹に目をつけられてるよね。何ウサギな佐々木朗希は捕まえられんの。ウサギじゃねえ、鳥か。でかい鳥やな、ペリカンか。何でもええわもう。ちょっと怖い角度で打球が上がるじゃないか。結果アウトやけどね、やめてくれ。目がちょっと混乱し始めてきた。真っ暗になりかけてる。大丈夫？なんか怖いんだよな。いつでもどこでも逆転されそうな雰囲気があんの。上林でシャットアウト。あ、よかった。そこにいた人が。で、思いのほか打球が飛んでなかったわ。OK、5回は投げた。もう今日佐々木朗希の登板は終了ですよね。追加点は入ったけど。あ、変えたね。変えた。ジャクソンが出てきた。井口監督は変えが早いわ。引っ張らない。まあ、それはね、1軍のその初期評価からずっと変わってないからね。だからだよ。これ、初期評価から次の段階に進んだら多分、使い方も変わる、起用法も変わるよ。今の評価だとこんな感じなんでしょう。で、あとはチームが勝ってくれて、この佐々木朗希の勝ちが消えなければいいんだよ。おー、で、バレンティン途中から出てきてるね。あー、で、6点目入った。打線強いな。得点数自体は本当変わりがないからね、あまりね。なんなら今日の試合で逆転したかもね。チームリーグ得点数トップはロッテになってるかもしれない。7
7点目まで取って9回を裏を抑えてゲームセット。よーし、いろいろあったけどもシーズン前半戦最後の登板も佐々木朗希勝ちで収めることができた。これだとまあここからね1ヶ月近くの休みがあるけども気分よく1ヶ月の間遅れるね。ここで打たれてモヤモヤを抱えることはなくてよかった。あーで今日珍しく清田が勝利に貢献したんだ。いつも佐々木朗希目線からしたらですねもう出て行ってくれ外野守んじゃねえと、あれを消さないと佐々木朗希は出ていくぞとロッテに脅しかけてるんですけど、今日は珍しくこの佐々木朗希が投げるゲームで活躍したんやね。ホームランとか打ってるわけじゃないんですけど、どういう活躍？今日は下位打線6番で入ってヒット2本タイムリーで、なぜか途中で変えられてる2安打打ってんので、かわいそうな扱い受けとんな。ほんでその後出てきたマーティンがホームラン打っとるから、まあ結果よしだったのかな。まあええわ、みんな活躍してくれて佐々木朗希もちょっと捕まりかけたけど、まあまあ5回で変えてくれたおかげもあるんでね、2点で済まして防御率も 3.75 でフィニッシュできたので、全てにおいてオールオッケーって感じ。まあギータをちょっと完璧に抑えられなかった点は残念やけど、それはまた次の機会にしましょう。7勝目を挙げて前半戦フィニッシュか。もう間違いなく新人王候補というか、現時点で新人王じゃない？いいんじゃない？もう新人王と言ってもね。これで前半戦シーズンの日程が終了しました。で、さっきから言ってる通り東京オリンピックが開催されるという仮定の日程なので、だからオールスターが終えた後からですね休みが続いて、リーグ戦が再開されるのは14日のオリックス戦、ほんと1ヶ月近くの休みがあるというね。まあ、この間特に何もイベントないんじゃないですか。このプロスピではひたすら移動日が続いていくだけだと思うので、まあ、とりあえず前半戦シーズンがフィニッシュしたということで、いろいろと総括していきましょう。軽くですけどね、まずはこのスタープレイヤー2020年の前半戦のチーム順位はこのようになりました。補強したロッテがちゃんとした結果を出して今1位で58勝で勝率6割3分7で2位とのゲーム差、ここ最近の連敗もあったのでだいぶ縮められてはきているけども、48試合を残しての1位なのは確か。その下楽天、ソフトバンク、西武、日ハム、そしてオリックスという、まあ下の方はいつもの順番って感じですね。何の驚きもない。一応セリーグも見ていくが、セリーグに関してはなぜか今中日が強くて、その下横浜が今並んでる状況かな。で巨人、ヤクルト、阪神、広島と、まあ、ツッコミどころ満載ですけど、これがまた一つの現実です。佐々木の前半戦の成績1軍2軍ともこのようになっていて、いや2軍でもいいパフォーマンスはできたし、1軍でももうほんとここまで投げれると想定してなかったからね。1試合2試合くらいで降りるんだろうと思っていたら、まだ1軍にいて、それどころかそこでめちゃくちゃいい成績を残してるんだから、7勝も上げれるとは思ってなかった。全てが予想外ですけど、その予想外な結果を生み出すのがやっぱ怪物と言われてる投手じゃないですか。だから令和の怪物物語というタイトルにふさわしい物語を前半戦の今映ってる数字だけ見たら歩めてるって言えるんですけど、ただやっぱ依然被打率とかその辺の指標はボロボロなんで、まあ、打たれないように改善していきたい。やっぱ毎試合ね、この年間ヒストリーで見てわかると思いますけど、ヒット数がイニングの倍近く浴びてることが多いから、2軍でも1軍でもね、2軍なんてもっとひどいよこれ。いやだ、15本浴びたゲームだってあるんだからね。だからそこを改善しない限りは、結果は良くてもね、こうやって数字で見るときは良くても、実際投げてる印象としては抑えてる印象ってやつがやってる俺も湧いてこないから、そこは早めに改善して、なんかもっとリアリティあるピッチング結果を出していきたいね。もっと三振も取らないとダメだし、その分フォアボールは増えるけど被安打減るとかね。今この映ってるこの年間ヒストリーの登板結果を見てリアリティを感じる瞬間なんて一つもないんだからね。もっとそういう物語を歩んでいきたいです。次にね、新人王候補の成績を確認していこうと思う。パリーグに関してはこの佐々木朗希か、それとあとこの日ハムの川野かなんですけど、川野に関しては現状防御率は 3.66 で78イニングを投げての5勝5敗と、もうほぼ似たような数字やね。で登板機会も佐々木朗希よりも2試合多くて、完封完投もしとんのか。 QS 率も高いし、 HQS もまあまあええしね、三振もまあまあまあそんな取れてるってわけではないですけど、まあいい感じ。うん、被打率もこっちより断然低いし、得点圏でもそうやね。ウィップで見ると 1.12 やから、ここまで残してる数字を考えたら、佐々木朗希と川野どっちの方が新人王を受賞できますかというと、
まあ、でも難しくないかな。やっぱ新人王って分かりやすい数字が大切ですよね。野手でいうと本塁打とか打率とか出場機会数とかね、分かりやすい数字という部分ではやっぱ多く勝っていて負けてない佐々木の方がいいように見えるんだけど、ただどっちの方がいいピッチャーですかと言われたら、これは内容的にもやっぱ河野の方が優れてるという見方もできるから、まあ難しいところやね。シーズン後半戦によって変わってくるんじゃないかな。佐々木朗希内容改善したら確実に新人王取れるし、河野がね今まで以上に勝ち始めるのであればこっちが確実になる。ただ河野が勝てる世界はね、だってチームが弱いんだからね。恐らないです。日ハムの弱さを考えたら今後も無援護投手として防御率に対して勝てない、そんな河野がいっぱいいるでしょうね。100人くらいいるんじゃないかな。だから、まあ、このままとりあえず佐々木朗希としてはチームにおんぶに抱っこじゃないですけど勝たせていただきながら内容を改善していきましょう。パリーグに関しては新人王候補はねこれくらいです。他は別に目星やつがいなくて、セリーグに関してはやっぱ同じドラ1のね令和の怪物と言われてる奥川、成績が気になるがどこにいる、あれだいぶ下の方にいて、あここにいましたね。登板機会は37イニングも投げていて、もう8試合に登板してるんやね。ただその中残してる数字は 8.36。奥川というのは高校野球で完成されてる投手だなんて言われてたんですよ。もう完成されていてプロ1年目から活躍できるだろうと言われてた奥川、蓋を開けたらなんだこの臭い奥川は。一周放ちすぎた鼻をつままないとちょっと目で見れないし、鼻でも感じられない、五感で感じられないよ。なんすかこれね、もう臭さが充満してるって感じっすね。ボロッボロやん。ほんでね、まあ、一応勝ってるんやね。2勝は上げとるわ。この防御率に対して勝てるのはチームの援護があるからじゃない。そして意外に負けてない。もっと負けてても不思議じゃないぞこれ。 QSHQS もないからね。完封完投ももちろんないので、完全チームにおんぶに抱っこ状態やわ。三振もそんな取れてるわけじゃないし、フォアボールに関してもまあそこそこに多いし、で被安打率で見ていくと3割6分4厘だって、得点圏で3割2分だって。ほんでウィップとかケースラッシュ BB で見るとボロボロで、ウィップに関しては2近く。これはねいくら高卒ドラ1ルーキーとはいえど、いやだからこそだよね。いくらなんでもひどすぎるというか、擁護のポイントが何一つとしてない成績じゃないですか。こんなんがお前即戦力のドラ1ルーキーと歌って入ってきて、そしてこんな数字を見せられたら俺ヤクルトファンやめるわ。もうやめて、ロッテファン佐々木朗希ファンになる、そういう手のひら返ししてもええんやで。ヤクルトファンの皆さんいいんですよ、うん、本当に好きなものを応援しましょう。これ本当に好きですか。蓋開けてこんなものが出てきて好きと言える人は本当によっぽどヤクルトのことを愛して奥側のことが好きなんでしょうね。でも俺はそんな好きじゃないから、すぐ手のひら返しして別の球団好きになろうと思います。まあ、ここまでズタボロですね。でセパのタイトルも確認していこうと思うわ。軽くですけどね、タイトル欄から見ていくと、現状パリーグの首位打者は3割2分1厘の角中、同じチームメイト、できれば取ってほしいなと思う。で本塁打はこの柳田の33本、打点に関しても柳田、もうここは確定やね。ここに関してはギータが怪我しない限りは確実に取る。三冠王に関しては角中がなんとか持ちこたえてほしい。森にも与えるわけでもなくて、柳田にも与えるわけでもなくてね、やっぱ同じチームメイトからタイトルホルダーが出るのはいいことですよ。盗塁王に関しては西川で、最多安打森で、最高出塁率は中村武也、意外にもギータじゃないんだね。でパリーグの最多勝は12勝の則本、最優秀防御率も則本、復活しとんな。で最多奪三振は千賀となっていて、最多セーブ増田、最優秀中継ぎは平井、今季もだいぶ酷使されてるようですね。続けてセリーグの方も見ていきましょう。首位打者は3割3分8厘の坂本、その下外が本塁打王で、打点王も外、セパとも二冠王ってことか。盗塁王は大島の28個で、最多安打127本の坂本、最高出塁率4割5分2厘のこれも坂本、えぐいな。最多勝王の、最優秀防御率も王の、最多奪三振も王ので、最高勝率も王の、投手4冠中、いやこれは多分全部取るんじゃないかな。で最多セーブは安明、最優秀中継ぎマクガフ、というのがこの前半戦シーズンの現状のタイトル一覧となりました。最終的にどうなるかは分からへんけど、まあ誰にでも可能性があるわな。佐々木朗希に関しても今後勝利をもっと早いペースで上げるのであれば十分あるよ。勝率、最高勝率が一番可能性としてはあるかな。やっぱ負けてないからここまで、勝ってるし負けてないので13勝までいって、この2勝2敗以上しないのであれば取れるチャンスはあると思うけどね。でこっからですね、日程を進めていきます。前半戦が終えたので、ここから日程を進まして、次回またシーズン後半戦から再開する予定だから、これどういう流れになるんだろう。初めてやからね、こんなプロ野球の日程は。東京オリンピックが開催されるからこういう日程になっとるけど、
とりあえずオールスターが始まってる、まあ、関係ないですね、うん、その結果すら見ることができない佐々木朗希、出ないと分かんないんでね、お知らせしてほしいんですけど、オールスターゲームが終了しました、分からへんよ、でペナントレースの後半戦始まらねえよお前1ヶ月後だろ始まるの、こっから東京オリンピック始まんねん、そういう世界やねんお前よ、明るいぞ、とりあえず休息していこう今日の自由行動日は。でこの後7月の22日あれなんか一気に飛んだ、どうなの、あ飛んでない、これ1日ずつ進行していくのか、てっきりその辺カットされるのかなと思ったらね、あやっぱ1日ずつ進んでいくわ、全部休日の扱いで、えただこれ交友とかできないよね、できないよね、行動日じゃないから、ただの休みってだけで自由行動日じゃないと選手との絡みができないんでね、うわもったいな、ええやんけお前電話するくらいよ、それも制限されんのか、なんかガチガチやな、なんかロッテのこと嫌いになってきたような、なってないような、あまり佐々木朗希にストレスを与えないで、すごく繊細な子なんでね、ちょっとしたことであんた方のこと嫌いになるよ、もう嫌いになっちゃうぞ、やめてほしいですねこれ、えひたすらこれで、月曜日が毎回自由行動日なんだよね、休みの日、うん、この日は自由行動日ですから、これは選手と交流して、東ですね、はい、ほら電話するだけ、いつも自由行動日でやるべきことちゃうから、いつもできる、な毎日電話しよう、24時間もなんか繋がっておこうや、いいんちゃうの、そういう間柄でも、でもそれはできずこの時間なんだ、この時間すごく無な時間、なんか東京オリンピックの結果とか教えてほしいね、柔道は世界一を取りましたとかね、陸上はとかサッカーはとか野球はとかね、ないんかい、寂しすぎね、せめて野球くらいの報告なんかあってもいいんじゃないかな、この流れで月間 MVP 発表されても入ってこねえよ、おお中川浩太が取ったんだ、初受賞じゃん、で中日アルモンテ、パリングに関しては玉井で浅村、いやそれはわかるけどね、意外な人選やな、投手に関しては両リーグともにね月間 MVP これですよ、ここまでロッテの選手がですね4月5月6月取ってきてたのに玉井がここに来て取るというね、まあ、7月登板機会がそんなないから、やっぱこの休みがあるからね、それもあってか誰にでもチャンスがあったんだよ、佐々木朗希にもこれチャンスあったよ、機会のこと考えればね、できれば取りたかったな、投手としたら一番取りやすかった次ちゃう、で浅村3割2分1厘6ホーマー15打点、まあこの辺は納得って感じやな、でセリーグに関しては中川がこういう数字、まあこれに関してもね投手はやっぱ機会が少ないから取りやすいよね、でアルモンテもこんな感じとなりました、でまだ無な時間続く、すごく不思議な時間ね、8月を迎えても野球やってないもん、いつまでリフレッシュすればええねん、しすぎてなんかストレス溜まってきたわ、全然リフレッシュになってないんだよな、フレッシュでもないしリでもないし、なんでもない時間を過ごしてる、もう今日もまた選手と交流して、これで東との交流値がマックスになることによって佐々木じゃない佐々木とのつながりができたね、ほらほらほら佐々木がこういうリストに加わった、で東だけ反応丸がついた、ショベラそんなものしかつかへんのか、ラーニング、いやこれも練習の経験値得ましょう、うん、ラーニングに関しては今脱三振得てるから問題ないわ、あーでスタミナがようやく D 到達した、イエースいいっすね、この1年のスタミナの上がり方半端ねえわ、プロになってからすごい成長してるよ、まあただ同時に酷使もされとるからね、これは佐々木朗希にとって平和な世界なんだろうか、次の3年2年後を見据えて今はまだそういうことをする時期じゃないんじゃないという世論もあるかもしれへんけど、これはゲーム許されるんです、酷使がねいいじゃないか、あるんだから使わないと損でしょ、なんでこんな怪物を使わないんだよってなるからね、不満もたまるから使っていいんです、でまだ続いてるよこの無駄な時間、リーグ戦が再開されるのは8月の14日の来週になるからね、はいオリックス戦見えてますね、そしていきなり投げるんか、もうエースみたいな扱いになっとるやんけ、スポット先発だろ佐々木朗希、まだ一軍初期評価変わってないよ、変わってないのにそういう扱いかいな、今日自由行動日、いやこれだから佐々木でしょう、佐々木が佐々木に絡んでいく、いますよ佐々木千早さんね、こちらもドライチな佐々木なんですけど、残念ながら今佐々木といえばもう朗希で、佐々木といえば千早ではないんですよね、佐々木じゃない佐々木という呼ばれ方をしているその佐々木さんに何か学べることがあるんじゃないかな、だから佐々木佐々木で絡んでいくわ、大体2軍の佐々木か、こっち1軍の佐々木、そんな呼ばれ方してる、野球談義に花咲くか、めっちゃ嫉妬されそうやけどね同じ佐々木が1軍の佐々木が2軍の佐々木にわざわざ電話かけてくる、なんだこいつってなるけどね、逆の立場なら野球談義に花が咲く、まあそういう間柄なんでしょうね、で刻々と近づいてきてます、リーグ再開される時がね、もう最後の休日休みましょう、はいリフレッシュもできてねえわ、
8月14日こっからリーグ戦が再開されて残す40ゲーム弱でしょうかね、登板機会があります。なかなか過密日程ですよ。ほとんど休みがなく連戦連戦っていうのが続くので、まあ、その中落ちない限りはシーズン後半戦の登板機会っていうのは10試合近くあると思います。早速1試合目のオリックス戦任されたので、次回以降はシーズン後半戦の登板ゲームをですねハイテンポにお届けさせていただく予定なので、引き続き楽しんで見ていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次の令和の怪物物語動画でご会いしましょう。